はいどうも、ヒデさんの動画です。今回紹介するのはですね、トップ工業さんの、この青いグリップのこの商品ですね、この2つご紹介しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、今日紹介するのはですね、ちょっと今ここに4種類ありますけれども、この青いグリップの商品、ここ2つ紹介したいと思います。まずこっち、高性塚レンチ、高性塚レンチっていうのかな、はい、高性塚レンチと、あとはこっちがですね、ワンタッチ式コンバーチブルプライヤーということで、これですね、ちょっと今ここには1種類しかないんですけれども、サイズ2サイズあります。まあ、ちょっとそれ後ほどいきましょう。はい、じゃあまずですね、こっちから、高性塚レンチからいきましょう。その名の通りですね、高性塚の専用のレンチとなります。まあ、この形状を見ますとですね、スピードレンチじゃねって思うんですけれども、まあそういうことですね。これが同じ、会社から出ているスピードレンチなんですけれども、スピードレンチっていうのは、この口がですねギザギザしてるんですよね。で、今回でした、その高性塚レンチっていうのは、ここが平らになっているという形なんですけど、なかなかですねこのフラットのやつが他社でないみたい、一社あったかな、そんな感じです。で、まあ、何かっていうと、スピードレンチ皆さんご存知ですかね。まあ、ナットなんかにこうやって加えていただいて、この方向には締めることができるんですけれども、反対方向になるとこの顎がですね、この顎がこうカン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 って逃げるんですよね。だからこっち方向にしか、この方向にしか締めらんないという商品です。で、まあ、ナットなんかを締めるときにこうやって加えさせるんですけれども、どうしてもですねこの口、ここがギザギザしてるから、要はこの点で押さえる形になるじゃないですか。面の方が、力入りますよね。というわけで、こんな形でですね、まあ、ある程度こうテンションかけて、きついなってとこまで持ってってもらったら、これを加えさせてもらって、まあ、このようにですね、締めてもらえればいいなという形です。で、使用範囲ですね、この加えられるナットのサイズって言えばいいんですかね、この口のサイズが、17から24まで加えることができます。なので、まあ、ある程度いろんなメーカーさん高性塚ナット使ってますけれども、まあ、ほぼ全般のナットに使えると思います。ここの、上下のナットの部分、あとはこのターンバックルって言い方でいいんでしょうか。このターンバックルの、ここの部分ですね、ここが、どこの会社でもこういう四角い形状しているかと思いますので、そこにも、このようにですね、加えさせて、こうやって回すことができるという形になっています。はい、じゃあまずこれがですね、高性塚レンチです。これメーカーさんのホームページというか、YouTube かのリンク、あとで説明欄貼っとくんで、まあ、飛んでいただければですね、説明見れるんですけど、なんか19秒ぐらいの動画で、よくこの歌い文句の商品を19秒で収めたなって感じだったんですけれども、もしよかったらメーカーさんの公式の動画見てください。ちゃんとここになんか、てっぺんですね、ここになんかこうちゃんと物を置いてこうやって閉めてる様子が見れました。はい、じゃあ次ですね、このもうこれわかりますかね。はい、ワンタッチ式コンバーチブルプライヤーとね、名前が全く覚えられないですね。はい、スナップリングっていうですね、こういう C 型のワッシャーをしてて、この先端にですねちっちゃい穴が開いてる、ですね、写真あった、はい、ですね、これか、これですね。これスナップリングって言うんですけど、軸用っていうのと穴用っていうので、こういう、まあ、これじゃないんですけど、これ物があって、外からパチンって止めてる C 型のワッシャーと、こういう筒の中で内側からバッて開く、この開く側のやつ、閉じるやつ、まあ、2種類あるんですよ。で、そのスナップリングっていうのが、まあ、締める用と、まあ、開く用、ちょっと言い方があれなんですけども、2種類あって、それをですね、なんか大体2丁持ってたりするんですかね、まあ、ここ最近出てるやつは大体どっちも対応してますとかっていうんで、なんかこう爪の向きがこう変わったりなんだりっていうんで、いろいろあるんですけど、それのですね、すごく使いやすいものが出たんで、それを紹介しようかなと思います。ですね、まあ、サイズ、一応これ、どうしようかな、これ、はい、これが旧型です。で、旧型っていうのは、これもですね、
これいいですね。これはすぼめる側ですよね、シーリングをこうやってやってるところに穴突っ込んでもらって、ギュッとギュッと絞って抜くっていう作業になるんですけれども、ここのネジをですね緩めてもらうと、緩めて締める、はい、でそうすることによって今度今、この状態でギュッて握ると今度開きましたよね、ウェッて開くことができるんですよって言って、その軸用穴用両方とも対応しますよ、すごいでしょっていうのが今までのそのコンバーチブルプライヤーだったんですけれども、今回じゃあこの新しいやつですね、このブルーのやつ何が変わったんですかっていう と、最初の動きっていうのはこう握ると閉じる、一緒ですよね、一緒で、これをこうしてこうやっていただいて、わかりましたかね、でこれで今度開く、この状態で押していただくとこのように開くで作りになっています。でまたここをですね、こうクロスさせながら逃がしてあげて、こうですね、で、こういうふうに今まではこれのやつはネジをこうやって緩めてパチンって入れ替えたと思ったら締めるっていう作業があったんですけど、今度はこれをワンタッチでこうやってチャッチャッ入れ替えることができるって言って、まあ、これがワンタッチ式になったっていうやつですね、はい、スナップリングの着脱に使えますよって、まあ、専門工具ですね、はい、僕たちも、よく電動工具ばらすんですけれども、あのスナップリングが出てきた時に萎えるんですよ、あのばらしにくくて、でまあ、これがあれば簡単に外せますよってことですね、はい、でサイズ、ですね、これが、CHS150NX とかっていうんで、まあ、元々の品番に、最後下 X がついただけになるんですけれども、これがちっちゃい方ですね、まあ、今ここでサイズ言ってもちょっと分かりにくいんで、後でこう適当に下の方に載っけておきましょう。あともう一個大きいサイズで 200NX っていうこの2サイズですね、発売します。まだこれも出たばっかりですね、はい、まあ、これもメーカーさんのリンク後で説明欄貼っておきますので、まあ、公式の方を見ていただければ、まあ、今と同じような感じのが見れるかと思います。以上ですね、これがここ最近トップさんから出た、2つ商品ですね、構成塚レンチ、これは1種類、もう1個こっち、ワンタッチ式コンバーチブルプライヤーというのが、CHS150NX と 200NX、出ました。以上でございます。よろしくお願いいたします。